こんな感じか。久しぶりに来たな、南浦。武蔵野線乗り換えるのがおなじみの武蔵浦がね、平日の今お昼なんですけど、お昼にもかかわらずこの人通りの多さ、だいぶ久しぶりにというか、ほとんど降りた経験ないけど、結構栄えてんじゃないのかな。楽しみだね。駅構内もかなりでかい。中のお店はキオスクぐらいか。どっちから行こうかな。とりあえずこっちから行ってみようか。さいたま市文化センターとか、南浦和図書館がある西口ね。よし、西口から散策してみよう。ということで、11月の8日金曜日、どうも米王チャンネルです。よろしくお願いします。別の浦和も散策してみようシリーズ、今回で北浦和やったから2弾ということで、別の浦和シリーズでございます。なんか今週のね、週始めに、まあ、妻とちょっと車で出かけた際に南浦和に立ち寄って、その周辺にあるあのお蕎麦屋さんで昼食取ったんですよね。その際にかなり駅周辺いろいろなお店があるなっていうふうに思って、ちょっと散策してみたいなっていうふうに思ったので、今回、ロケしに来ました。お、結構、何、駅のロータリーもかなり広いですね。タクシーもかなり止まってますね。駅のロータリー中央には木が立ってますね。オブジェとかじゃなくて、ここは木なんだね。どうすか、かなり広くない？バスの駅も結構あるね。そこにもバス止まってるし、こっち側の方にもバスの停車駅がありますね。いやー、駅ロータリーからかなり広いし、この上に走ってる線路はこれ武蔵野線ですかね。なんか橋の下にもなんかお店とかがありそうな雰囲気が出てますよね。このバスは田島団地ってところに行くんだね。へー。さあ、この間は逆口を軽く見たんですけど、西口は初めてということで、何があるんだろうね。お、やっぱりあの高架下のところには居酒屋がありますね。こっちの方よりも、メインストリート通っていった方がいろいろ見つけられそうだよね。とりあえずメインの通り歩いて、そこそこ奥の方まで行って、この間の夜のみたいにちょっと引き返して、脇道とか路地とかの散策してみましょうかね。あれ、ちょっと待って、でもロータリー越したところからなんかちょっと雰囲気的にもう住宅地みたいな匂いがするぞ。それなりに高いマンションはありますけどね。逆口の方がお店が多い感じがしましたね。まだ全然見てないから決めつけるのは良くないかもしれないけど、雰囲気的にね。まあ大型の、商業施設があるので、そこにちょっと商店街とかがなくて集約されちゃってるっていうような感じですかね。こっちの方は、まあ、もうちょっと散策してみないとちょっと何とも言えないですけどね。この建物結構いろいろダイソーとか本屋さんとかヤオコーとか一通りなんか生活に必要なお店は入ってるっていうような感じですね。島村もあるじゃん、いいね。安く服も買える。
自分はね、あれっすね、最近よく島村で服を買うようになりましたね。島村とかワークマンとかよく使いますね。前はユニクロとかも使ってたけど、なんか最近なんかやっぱね、 T シャツとか着てくとどうせダメになっちゃうから、極力さ安い服買った方がいいんじゃねっていう風に思うようになって、本当にね島村よく使うようになったね。結構大きな商業施設があるんですけど、この通りにそれ以外のなんだろうお店があるような雰囲気があまりないですね。もうちょっと先行ってみようか。ここは塾ですね。こっちの方何もなさそうだ。あーどうかな。保育園があって、これはマンションの下の方に塾とか、保育園があるような建物ですね。ここも塾ですね。塾いっぱい入ってるの。これもそうだよね。サイエイディオとかね。その隣は子供園になってますね。ここも塾じゃん。塾通りじゃん。あ、でセブンイレブンがありますね。セブンイレブンの、横の道入ってちょっともう引き返す？なんか特になさそうだよね。奥に行くと裏は、なんか文化会館みたいなのがあるみたいですけど、文化会館行ってもね、ちょっとここの道入って引き返そうか。いやー今日は気候的に、しっかり晴れてくれてすげー心地いいっすね。ほんとロケ日和っていうような感じ。すがすがしくて最高だわ。なんかお店ねえかな。はいはい、市民の憩いの場、こちらに公園がありますね。なんか住宅地って感じですね。メインストリート、の割にはそこまで多くのお店が立ち並んでるっていう様子は見受けられませんでしたね。やっぱりこっちは大型商業施設に集約されちゃってるっていうような感じなんですかね。意外と違う通り行ったら栄えてるかもね。あ、ちらほらお店が見えますね。はい、だいたい駅周辺のところまで戻ってきたけど、とりあえずこの道、すぐまっすぐ行くんじゃなくてちょっと左にそれたところの道歩いてちょっと散策してみようかな。いや特にないね。塾とクリニッククリニックめっちゃありますね。もうこの通りクリニック通りって感じ。特にないな本当に。おしゃれな盆栽、盆栽が飾ってある美容室ですね。はい、ここもクリニック。クリニックストリートだね。南浦和の。あ、ここもまあサロンって書いてあるけど、まあそういう感じだよね。美容院。あ、ちょっと待って。ここ。あ、美味しそうな。ペティットリッチェ。パン屋さんですかね。横に花屋さん。ワンちゃんがいますね。でここは薬局になってますね。あ、コーヒー缶あるじゃん。コーヒー缶があります。まあでもコーヒー缶入ったところで大宮にもあるしね。
ネタにはならないか。まあこの辺でちょっと引き返しますかね。今日もなんかお腹空いてきたらちょっと何か軽食でも食べたいよね。今日はねここ来る前にちょっとラーメン食ってきちゃったから、もうちょっと歩かないとお腹減りそうもないね。渡って引き返しましょう。昔ながらのタバコ屋さんですかね。いいね、味があるね。自販機もある。昔自分家もね商売やってたんで、自販機でタバコとか店前でタバコとか、売ってましたね。さっきのパン屋さんはマジで美味しそうでしたね。あの赤い看板のパン屋さん、お客さんも結構入ってたからね。ちょっと撮影は、今回はやめていきましょうか。というかあのとりあえずお腹いっぱいだから買う、まだちょっと買おうっていう気持ちに慣れてないっていうのもあるんだけどね。お、ここ昔ながらの味、ラーメンクラさんですね。あ、2階では、また別の何魚料理とかですかね。氷見漁港直送、氷見漁港っていうのかな、なんか魚系居酒屋とかになってるんですかね。で上は不動産屋さんですね。こんな感じかな西口は。ということで、あ、ここちょっと通りにくいからここも上がろうか。来たいと思った理由の一つになった反対口の方をちょっとこれからね散策してみましょうか。さすがにこっちで口だけだと動画として見応えないもんね。ということで西口の反対だから東口になるのかな。東口の方行ってみましょうか。行ってみよう行ってみよう。渡って、この線路の、下をくぐって向こうの方向かいましょうかね。昔のアニメとかさ、ドラマとかこういうところにさ、なんつうの、あのチンピラとかに絡まれたりとか、なんか痴漢が出るシーンとかドラマとかでよくありましたよね。あとこういう地下道ってあの落書きが比較的多いようなイメージがありますね。怪しい雰囲気の曲とかが合いそうな、雰囲気のところになってますね。結構長いですねこの通り。よく声が響くせいでちょっと恥ずかしい。早く出たい。結構人通りもありますね。はい、ということで反対口の地上に出ましたね。さあこっからがある意味本番。何があるかな、ワク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 楽しみですね。早速、地下道をくぐって見えてきたのは大英ですね。駅の方に向かって歩きましょうか。あ、でもなんかやっぱりさ、雰囲気的に自転車もめっちゃ止まってんね。駅前になるんですけど、お店がやっぱりほらたくさんあるような感じするでしょ。いいね、やっぱ歩くんならさこっち側だわ。間違いなく、散策して何か発見があるとしたらこっち側だね。お店が結構密集してるのがお分かりになるでしょうか。こんな感じでね、なんか楽しそうな雰囲気がいよいよ出てきましたよ。見てほら、生食パン、トースト、名前がちょっとわからないけどカフェがありますね、5階に。はい、こんな感じでフィットネスとか美容院とか焼肉の建物になってて、
こっちの方にも、焼肉屋さんがあって居酒屋さんがあって、もう楽しいね日高屋もありますね。やっぱこっちの方がぶらりするには良さげだね。お、ケンタッキーもあるね。こないだはそうめちゃめちゃ美味しかったんだけど、お蕎麦屋さん行ってその後にちょっとカフェしてすぐ帰っちゃって、じっくり見たわけじゃないから何があるとかあまり意識してなかったんだけど、まあこんな感じになってるんだね。ちょっとそっちの方にも何やらお店があるみたいなんで行ってみましょう。はい、ここはすき家ですね。駅前と駅ロータリーになってますね。うん、東口の方がロータリーは狭いですね。タクシーは止まってますけど、バスが止まるような場所はなんか、あ、奥の方にありますね。でも1台とかかな、そんな感じ。そこまで広くないですね。はい、マック、ケンタッキーとファーストフード店が並び立っていますね。僕の友達はケンタッキー一番好きって言ってました。どうでもいいか。ハンバーグ食べるなら自分はモスバーガー派ですね。ただマックはマックシェイクがあるんで、一番頻繁によく行くのはマックですね。おお、埼玉の、埼玉といえば彩花の宝石、彩花の宝石もありますね。パチ屋があって、丸越、松本清、この建物の中にもなんかいろいろありそうですね。フィットネスジムとかいろいろなテナントが中に入ってますね。上の方はマンションですかね。ここはヘアカット専門店、1000円カットですね。お、ローソン。店の前にさ、野菜とか売ってますね。スーパーの役割も果たしてるんですかね。あ、ここ晩餐じゃん、晩餐。岩月とかにも晩餐はありますね。はい、この通りにも薬局とか整骨院とかクリニックストリートになってて、奥の方は田中串カツ屋さんですね。串カツがあります。ちょっと渡って少し向こうの方も見てみようか。はい、晩餐があって、晩餐の晩餐結構居心地いいんですよね。岩月の晩餐以前行ったことあるんですけど、結構ピザも美味しくて、こう椅子の座り心地も良くて、まあ場所によって違うかもしれないですけどね、すごいいいとこでしたね。ここも薬局、薬局も多いね。少し離れたらすぐに薬局って感じですよね。はい、あんまり離れてしまうと別のところに行きそうなので、ここで別の道を使って引き返しますか。駅寄りの方に和み治療院、ここもクリニックだね。本当に歯医者と針治療生態系のお店ってなんかすごい駅周辺にあるところはもう本当にたくさんあるような感じつってたら、ここも歯医者ですね。歯医者がありました。はい、生態あって不動産屋あって本当多いよね。なんか歯医者生態ってクリニックの中でもやたら多いイメージがある。あ、ここもじゃん。県政生物院ですね。ここは美容院、花屋さんですかね。ここかな、駅ロータリーから直進していけるメインストリートって言えるような、ところはこの通りじゃないかな。あ、ここっぽいですね。はい、この道沿いなんか結構お店屋さんありそうなんで歩いてみようか。ここは美容院、美容院も本当に多いですよね。ここも整骨院ですね。はい、ここも美容院。
美容院、整骨院、はい、塾で、奥も塾、はい、湘南ゼミナール、塾ですね。ワンチャンス、ワンチャンスってなんだろう、ペットショップかなんかですかね。ここね、上にワンチャン、あれか、ビリヤード屋さんっぽいですね。はい、塾、美容室、そしてまた塾みたいな感じですね。ちょっとここ左に曲がってみ、あ、右に曲がってみましょうか。パブですね。ノアさん、味があるね。赤い建物目立つ。はい、末広焼肉屋さんですかね。南浦和店の末広さんです。大人のお店かな。はい、ここにも結構なんかお店が見えてますけど、不動産屋とか修理工房とかもあるんだね。修理工房 K&S。 はい、改めてメインストリートに戻ってきました。こっち側の方のさ、武蔵野線の、線路沿いの高架下の方とか、なんかお店とかこっち側なんかありそうだから、そっちの方もねしっかり見てみましょうかね。デニーズうまいよね。あのファミレスの中だと個人的にデニーズが一番美味しいと思う。まあ物にもよるけど、ただその分やっぱりクオリティが高いから、デニーズはレストランの中でも高いイメージがありますね。いや、こっちの方本当いろいろあって楽しいね。いや、特に薬局、整骨院、歯医者多いね。で、今週初めに、食べたですねお蕎麦屋さんが見えますので、そこまで行ったら引き返しましょうか。こちらも美容室ですかね。でこちらも美容室になってますね。でこちらは塾があって、その横には美容室がございます。あ、ということでお邪魔したお蕎麦屋さんに到着しました。こちらですね、手打ち蕎麦一茶庵さん。中の様子と食事はこんな感じ。昼限定セット、うまそうだね。新蕎麦打ち始めました。入ってみようか。今回紹介するお店は手打ち蕎麦全味一茶庵さんです。店内中の様子はこんな感じ。店内は和の落ち着いた雰囲気になっています。お昼過ぎに行ったんですけど満席でしたね。ちなみに個室もございます。テーブルウォーターに蕎麦湯が出てきました。この日は寒かったので体の芯まで温まりました。嬉しいね。ちなみにお水ももらえます。メニューも豊富で色々とほんと迷ってしまったんですが、平日のみ昼限定セットがあったのでそちらを注文させていただきました。はい、ということで届きました。私は菊セット、せいろそばと親子丼を注文しました。うちの妻は鴨汁そばと柳川丼のセットを頼みました。ということでいただきます。まずはそばから。麺につゆがよーく絡む、すすった時の鼻に抜ける香りがたまらない。続いて親子丼。具材のボリューム感もちょうどよくて、鶏肉もプリップリです。だし汁が米にしっかり染みてて本当に美味しかったですね。妻が注文したこちらの鴨汁そば、少しいただいたんですけど絶品でしたね。まろやかでなんか旨味とコクがあって、そばともいい感じに絡んで、なんか表現が単調ですいません。
丼物にお蕎麦と結構なボリュームがあったんですが、あっという間にね平らげてしまいました。最後は残り汁に蕎麦湯を足して飲み干してフィニッシュ。いやー美味しかった。お腹いっぱいと思いきやまだまだいけそうと思ったので、食後のデザートも注文しちゃいました。ほのかに蕎麦の香りがするミルクアイス、蕎麦の実アイスです。蕎麦の実のつぶつぶ食感がなんか癖になりそうでしたね。甘さ控えめの大人のアイスって感じでした。ということで最高、ごちそうさまです。いやー美味しそうだったでしょう。実際にねめちゃめちゃ美味しくて、麺も固めんで最高でした。一サーンさんはまたリピートしたいですね。僕は食べなかったんですけど、妻が食べてた鴨汁のそばが最高すぎたね。ちょっとだけいただいたんだけど、自分も次回来た時は鴨汁のそば注文しようっていう風に心から思いましたね。はい、ということでここの、横道それたところにもお蕎麦屋さんがあったりとか、ここは何ですかね、焼き鳥屋さんがありますね。ちょっとまっすぐ行って道を外れたところの通りとか散策してみましょうか。